残った部分ですね、現在関西電力って1年あたり2500億円の赤字なんですよ。ということは1年2年ちょっとで倒産します。だから電力会社は、ね、自分が倒産するのが嫌だから強引に原子力を動かすんです。この動かしてしまう背景には金融機関があります。第一生命とか日本生命というような生命保険会社と、三井、三菱、みずほといった、メガバンクが金を貸していて、自分の、株券がパーになるのが嫌だ、社債がパーになるのが嫌だ、貸した金が返ってこなくなるのが嫌だ、だからお前強引でも動かせという命令をかけているという構図です。ですからそういった金融機関には金は預けない方がいい。生命保険にかけることで自分の生命を危うくすることになるので、そういうところに預けない方がいいです。そしてですね、これ実は世界中が原子力を進めてきて、そこから電力自由化した途端原子力の部分が負債になって大赤字になっちゃう、これ世界中で起こったんです。アメリカでは1999年に起こって、アメリカではどうしたか、自由化すると原発持ってる電力会社みんな潰れちゃうんですよ。原発って実は値段が高いから。でそこでどうしたかというと、アメリカでは原発を全部ストランデッドコスト、どうにもならない負債というものに分類をして、これをですね、すべての電気料金に1円ずつ上乗せして、全員から10年間取って、この負債になっちゃった原発の分の穴埋めをさせたんです。僕、日本でもこれをやるべきだと思います。原子力のこと、死の者の言う以前に、我々が1キロワットあたり1円負担するだけで、原子力についてまず止めてしまおう。負債じゃないものにして、その後で、共通の舞台にして競争してもらおうというふうに思うんですね。